私は下鴨神社の神だ。秋になれば我々は出雲に集まって男女の縁を決める。ここに君の知っている明石さんの名前がある。そしてこちらに君と小津の名前。私は縁結びの神として明石さんとの縁を誰かと結ぼうとしている。要するに菊君か小津君かのどちらかだ。私はピカピカの大学1回生。幻の司法といわれるバラ色のキャンパスライフへの扉が今ここに無数に開かれているのを目の当たりにし、興奮半ば朦朧としていた。そして私が選び取ったのはテニスサークルキューピッド。僕はあなたに出会って全力であなたをダメにします。私は君のことなら何でも知っている。許さなくちゃ。いやいや、我こそは恋の邪魔者。浮かれた諸君に向けてこれより天柱を下す。オズと知り合ってからの私は安いコンピラ群を各野とサークル内に張り巡らされた赤い糸を切って切って切りまくった。時に被害者に危うく琵琶湖疎水に沈められそうになり、北白川の漫画喫茶で息を殺し、とにかく好機を逃さないことが肝心じゃ。さもないとあなたはまた今と変わらぬ人生を歩むことじゃろう。はい、千円。先輩はよく行かれるのですね。聞くんかおずくんかのどちらかだ。どうせあなたはどんな道を選んだって今みたいなありさまになっちまうんだ。僕なりの愛ですよ。我々は運命の黒い糸で結ばれてるというわけです。私は負けなかった。負けることができなかった。約束ですよ。しかし負けていた方が私もみんなも幸せになれたに違いない。オズは幸せにならなくてもよい。四畳半神話体系4月22日放送スタート。